パッと見、一番つまらなそうなエフェクトの一つ、フェード。でも、これが意外とスルーできないポイントでもあります。なんで？という皆さん向けに、前半は、実写におけるフェード。後半は、アニメーションにおけるフェード、について喋ります。それでは、どうぞ。皆さんこんにちは、映像学区へようこそ。このシリーズでは、映像や、デザインについて発信しています。今日は、トランジションについてのお話です。トランジションとは、カットの切り替えのことです。まあ、作品一本作るとして、それが、動画素材一つでできることってそうそうありません。大抵複数のカットを使いますから、編集上の継ぎ目が、どうしても生じます。ここをつなぐのがトランジションです。ではこのトランジション、どうやってつなぐのがいいでしょうか。何もしない。最も簡単なトランジションは、何もしないことです。言い換えれば、ぶつ切り。動画を始めたばかりだと、ことあるごとに何か編集を加えたくなりますが、別に、ぶつ切りにしても大丈夫そうなら、それでもいいんです。ただしデメリットがあります。タイミングによっては、確かに、構成が切れる感じもするし、それに、タイムライン上での扱いが繊細です。ぶつ切りで画面が切り替わるなら、わずかなズレも許されないですよね。うっかりズレていると、書き出した後に動画を見て、絶望することになります。ぶつ切りは、割と条件がシビアで、ちょっとめんどくさい。そこで、トランジションのエフェクトを使おう、というわけです。フェード。なんだかんだ使いやすいのがフェードです。フェードによって、切れ目を滑らかに仕上げることができます。早速、編集ソフトで実践してみましょう。AVI ユーテルでフェードする方法は、複数ありますが、代表的なものをご紹介。まず、タイムライン上で、フェードをかけたいオブジェクトをクリック。設定画面の右上にある、プラスから、フェード、を追加します。追加できました。フェードインとアウトを、適切な時間に設定してください。これで完成です。ここにある、透明度、でも、フェードっぽいことができます。ちょっとやってみましょう。透明度を、0から100に、直線移動で、指定します。フェードアウトになりました。他にも、中間点を追加して、100、0、0のように設定すれば、フェードインが仕上がります。どうやらこのフェード、いくらでも、応用し放題なようですね。いろいろ試します。音のフェード。音のフェード、実は意外と動画のクオリティを左右します。AVI ユーテルだと、タイムライン上で音声ファイルを選んで、やはりプラスボタン、音量フェード、というのが便利です。音の入りや終わりをフェードするだけで、映像が幾分上品になるし、実写の音にサウンドエフェクトを混ぜる、BGM を無理やり繋げる、終わらせる、みたいな時にも便利です。なるほどなるほど。ここまで、フェードを使って、滑らかに繋ぐことを意識してきました。まあ実際のところ、フェードなんてのは誰でも知っているので、なんや、つまらんじゃないかって感じだと思います。激しい映像が流行る現代、あまり魅力を語られないのが、フェード。私たちは先入観として、なんとなく、フェードって、滑らかに繋ぐ動きなのだから、激しくかっこよく切り替えたいなら、あんまし向いてないんじゃない？って思いますよね。ところが、フェードを使った激しい切り替え、実はできるんです。今日は最後に、そんなお話をしたいと思います。フェードで作る、フラッシュ表現。例えばフラッシュみたいな効果って、普通は発光とか、グローとかを使うんですが、白背景のフェードだけでいけちゃったりする場合があります。パッって感じで。これは透明度を0から100に移動するだけで作れます。他にも、すごい短いフェードを写真の冒頭に加えるだけで、なんかこう、シャッターを切ったような表現にできたりします。ぶつ切りと一瞬のフェードを比べてみましょう。フェードには柔らかさがあって、これはこれで上品です。フェードで作る、ずらしのアニメーション。以前こういう動画を上げました。アニメーションを作るとき、登場のタイミングずらすといいよね、みたいなことを喋っているんですが、このずらし登場とフェードは、とても相性がいいです。登場をずらすのって、結構タイミングがシビアなんですが、わずかにフェードを加えることで、ある程度楽になるような気がします。と、登場ばかり気を取られて、ついうっかり忘れそうになるんですが、こういうところでもフェードって活躍してるんですよね。地図などをデザインするときにも、フェード使えるんじゃないかしら。っていうか、もうもはやフェードって、どこでも使える気がするね。いくつか即席で組んだ例や、制作中の例を貼っておきますが、こんだけフェード突っ込んでも、そこそこ勢いのあるアニメーションが、成り立っているんですよね。今後さらにクオリティを上げてみたいね。研究してみます。
まとめに。今回は、フェードについてのお話でした。近年のモーショングラフィックスは、どうもぶつ切りが主流みたいで、まあそれはそれでメリハリがあってかっこいいんですが、この動画を通じて、皆さんの選択肢の一つに、フェードが加われば嬉しいなと思います。宿題として、今回の内容に沿ったプロの作例をぜひ探してもらって、コメント欄で教えてほしいです。お待ちしております。短い動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。さて、次回は何について、話そうかしら。